も、伊賀です。明かされたダークヒーロー、ジョーカーの過去、闇の中で育ち光を求めた少年がどうしてこうなったのか。今回は彼の過去回想とバトルシーンがメインの回でした。ちょっとした胸クソシーンもまさに闇を感じながら、髄まで怪我してやる。冒頭お伝えした通り、バトルシーンがメインの回でしたが、今期の延々の戦闘演出全体的にそうなんですけれど、しっかりこだわって作られてますね。今回特に面白かったのが2つ。1つ目が西洋教会皇王朝の入り口で、ベニマルが皇王朝のモブザビエルたちを蹴散らすシーンで、吹き飛ばされた無数のモブたちが落ちてくるのをひょこひょこと避けながら、ジョーカーが雨雨ふれふれの替え歌を渋く口ずさみつつ進む。この時の背景が真っ赤でモブが真っ黒、少し異様とも言えるこの演出が僕はかなり好きでしたね。二つ目に挙げたいのが、西洋教暗部の隊長とジョーカーとの死闘のクライマックスで、ジョーカーが戦いの最中に吸い続けたタバコに含まれた幻覚作用を起こす葉っぱの煙を吸い込んだ隊長から見た世界、つまり幻覚を可視化したシーン。これはただただサイケデリックの一言でしたが、怖めなサーカスの BGM に巨大なババアピエロが迫り来る、目まぐるしく変わる絵にド派手な色使い、ディズニーアニメのダンボにも似たシーンがありました。非常に効果的な演出だと思いましたし、ジョーカーの戦い方を印象付けるには十分なものでしたね。何より個人的に熱い表現でした。ちなみに暗部の隊長が繰り出した必殺技のジャバラバンバラバンバは、この後自分がジョーカーの手によってバラバラにされるという皮肉感を煽るための技名だったのかもしれないですね。知らんけど、髄まで怪我してやると西洋教暗部の隊長が少年ジョーカー、コードネーム52に上半身裸で凄むシーンがありました。この後どうなったかは説明を省きますが、実は私たちの世界の宗教でも神父が少年に虐待したという話は実際にある話なんですね。同性愛は宗教によって禁じられていたりしますが、そんなことはお構いなし。永遠の消防隊って結構こういう事実を作品に盛り込んでいるんですよね。トランプの組数はスペード、クローバー、ダイヤ、ハートの4組、それぞれに1からキングまでの13枚があって、合計で52枚。ジョーカーは切り札とされる53枚目。見事薬物という切り札を使って隊長をジャバラバンバラバンバしたのでした。ちなみにジョーカーがなぜピエロの柄かというと、宮廷道化師というキングやクイーンを楽しませる職業があったためだと言われています。最後に現れたのは第一消防隊のバーンズ大隊長。この後どうなんの？というわけで、次回も楽しみです。